はい、こんにちは、ゆうです。今日はですね、ヘッドライト、これを、H4 のタイプに交換したいと思います。こちらですね、ヘッドライトベーツ 4.5 インチバッファローっていうものですね。ハロゲンのバルブはもともと H4 のやつが付属してます。それと今回このマグナーのヘッドライトは交流になるんで、まあ、それを直流に変換するアダプターですね。これちょっと端子の部分違うんで変えないといけないですね。はい、ということでこちらのものですね、変換 AC-DC 変換のやつ、片一方扇星端子に変えました。これで車両側とつながるようになります。それではヘッドライトの方を外していきます。12のソケットでまず横のネジ外します。反対側も、これ取れましたね。前についてたヘッドライトのこれも使うのかな、なんでこれも外します。これはmm ですね。ちょっと小さいな穴が。はい、それではですね、穴加工して、ジグをつけました。でここに本体を取り付けます。
そしたらですね、これを、バイクの方につけたいと思います。つくかな。はい、なんとか着きました。こんな感じですね。いいですね。いいのかな。じゃあ次、配線をしていきます。と言っても、ここ長さ足りるか。よし、これはどっかつけるところを考えないといけないですね。まあ考えましょう。ちょっとエンジンかけてます。仕掛けてかけました。あ、なんか暗っ。これローなんですけど、はい、切り替わりのタイミングがだいぶこの途中の回路のせいで遅くなってますね。パッシングとかはできなさそうですね。でもまあ切り替わってますね、一応。次はまた LED に交換したいと思います。以上です。